こうね、カープに置き換えますと、はい、そういった意味でいきますと、カープは、ロング打てるね。カープで言いますと、栗林さん、矢崎さん。はい、お疲れ様です。10月8日、本日のカープ KT です。今回もご視聴ありがとうございます。今回の動画は、いよいよ始まりましたクライマックスシリーズについて喋っていきたいなというふうに思います。まあ、パリーグの方はね、柳田選手、ギーダが、ズゴーンと、えげつないホームランを打っておりましたけども、やっぱりね、カープ応援チャンネルになっておりますので、セリーグの方で、DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの、ゲームについて喋っていきたいなというふうに思っておりますので、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、というわけでこちらのチャンネルは言わずと知れた広島カープ応援チャンネルとなっておりますので、カープファンの方はぜひチャンネル登録していただいて、2023年、新井カープを応援していきましょう。よろしくお願いいたします。はい、というわけでまずはオープニングの方よろしくお願いします。いってらっしゃい。おかえりなさい。というわけで早速やっていきたいんですけども、まあクライマックスシリーズ始まって、プロ野球ファンとしてはね、試合があるので嬉しく思うんですけども、カープがね、このステージにいないというのは非常に残念なことであります。はい、で、ここに書いてありますけども、来年はね、ぜひこのステージで試合をしていたいなというふうに書きました。でもそうなると2位か3位ということになりますんで、ぜひね、まあ優勝は目指すんですけども、最低、最悪、クライマックスに出ていただきたいなというふうに思っておりますので、新井監督よろしくお願いいたします。はい、カープの皆さんはですね、この上位3チームよりも、早く来年モードに突入できていますので、そこのね、利点を生かして、しっかり来年に向けて準備の方をしていきましょう。はい、というわけで、今日のポイントを出していきます。よいしょ、ということで出てきました。クライマックスファーストステージ第1戦、2位のね、横浜 DeNA 対、3位のタイガースということで始まりました。まあ全部が全部ね、ちょっと見れてたわけではもうないですし、カープ戦ほどね、熱を入れて見てたわけではないんですけども、さらっと触れていきたいと思います。まず1個目ですね、今永さんと、青柳さんの、両エースということでスタートしました。2人ともね、非常に素晴らしいピッチャーです。で、今永さんは左ピッチャーで、青柳さんは右の、アンダースローということで、非常にね、個性のあるピッチャーであるんですけども、まあ、立ち上がりの様子見ていきますと、ここにもあるんですけども、今永さんの方が状態としてはいいのかなというふうに見ております。青柳さん、ちょっとね、いつもよりは制球定まってないのかなという感じでいたんですけども、まあ、さすがね、そこは経験がありまして、ゼロで抑えていくということを見せました。で、今永さんもね、まっすぐキレキレで、非常にね、いいところにビシッと決まっておりました。はい。で、まあ、審判、球審の方もね、ちょっと低めを取る傾向にあったんで、それも助かったのか、序盤ね、二人ともいい感じで滑り出していきました。はい。で、ポイント2のところ行きますと、タイガースのね、上位打線ですね。今日は特に中野選手ですね。まあ、決勝点、決勝タイムリーとなったのは、近本選手のね、タイムリーであったり、青柳選手のヒットがあったりということで、打線が繋がったんですけども、なんといってもやっぱりリードオフマン、1番の中野選手が4安打を放つというところはね、今日のね、阪神タイガースの、勝因だったのかなというふうに思います。で、盗塁もできますね。1番中野さん、3番の、近本さんもね、盗塁ができますんでね、そこはやっぱりね、今のカープとの違いかなというふうに思いました。はい。で、2番のね、糸原さんのところですね。糸原さんが今日仮に菊池選手が入っていたら、まあ、ワンサイド、5対0とかにもなってたのかなというところで、糸原さんがちょっとブレーキになったというので、最後までね、わからない展開になったのかなというふうに思っております。ただね、タイガースの上位打線、非常に、怖い打線になっております。ここをね、カープに置き換えますと、野間選手かな、来年1番。で、3番、秋山選手と。いうところになるんですけども、まあ、盗塁数でいきますとね、本当に雲泥の差がついておりますんで、やっぱりね、ここ新井監督のね、最初の課題となってきます。はい、まずは盗塁数を増やすということで、しっかりね、秋キャンプからみっちり鍛えていってほしいなというふうに思います。なので、野間選手がね、もし盗塁できないんだったら、大森選手だったりね、そんな選手が、センターのレギュラーを奪うぞということで、ライトのレギュラーを奪うぞという形で、秋からね、取り組んでいってほしいなというふうに思います。で、タイガースの打線でいきますと、まあ、3番にね、近本選手入ってます。で、非常にね、高い打率残しているんですけども、まあ、さっきのね、糸原さんじゃないんですけども、2番がね、ブレーキになるということで、できればタイガースもね、近本選手1番に入れたいのかなというふうに思います。ホームランの数もね、そんなに多いわけでもないですし、まあ打率こそはね、本当に素晴らしいものがあるんですけども、1番に近本選手に入れて、2番に中野選手というのが、まあカープファン目線でいくと怖いのかなというふうに思います。で、3番に佐藤輝選手がね、入って、4番にまあ大山選手いて、5番にブラゼル選手なんかがね、入ると非常に怖い打線になるのかな。もしくは佐藤輝選手がね、5番に入って3番にマートン選手あたりが入ってくると、タイガース打線はね、もう非常に、
怖い打線になってくるというふうに思います。で、下位打線にはね、梅野選手が待っているということで、カープからしたらね、本当に怖い打線になってきておりますんで、来年ね、気をつけていきましょう。はい、で、ポイント3のところいきますと、対する DeNA ですね、スタメンに、宮崎さん、外さん、オースティンさんといった名前が入ってないんで、太田大志さんもね、入ってないということで、まあ、ちょっと迫力に欠けてしまうのかなという部分があります。まあ、外さん、オースティンさん、太田さんはね、シーズン中から出たり出なかったりというところもあるんですけど、宮崎さんがね、入れないというのは、非常に DeNA としては痛いのかなというふうに思っております。で、DeNA は8月終わりぐらいですかね、8月中ですかね。はい。非常に勢いよくね、もう2位までガーッと駆け上がっていった勢いがあったんですけども、やっぱりね、この角度がきついと、やっぱりどっかで落ちてくるかなというところでリバウンドが来てしまって、そのままね、打線の勢いがちょっと、消沈したまま、CS に入ってきたかなというのが、まあ、そのまま今日ね、如実に現れたゲームとなってしまいました。はい。そんな中でね、やっぱり一発のある外さん、オースティンさんね、どちらかでもね、状態良くてスタメンに入れれる感じだったら、また怖い打線になったんですけども、まあね、今日代打で外さんかな、右中間破るツーベース打ったんですけども、まあ、時すでに遅しでもないですけども、ちょっとね、スタメンにいないというところで、タイガースの投手陣としては、楽だったのかなという部分があったのかなというふうに思っております。はい、そういった意味でいきますと、カープは、ロング打てるね、日本人なり外国人なりが、いないと言いますか、少ないので、マックブルームさんも、来年ね、20本打つぞと意気込んでいるんですけども、今年20本打てなかったですし、他ね、見渡しますと、一発勝負あるバッターが少ないので、やっぱりこういう短期決戦はね、非常にいいピッチャーが出てきますんで、そこをね、もうしっと見逃さずに放った、ホームランのね、1点、2点というのが、まあ、先ほどのね、ギーダ選手のホームランもありますけども、そういうホームランというのがね、試合を決することが多いんで、なかなかね、3本、4本打線、ヒットがね、連なるっていうのは難しいんで、もうたまたま来た1球をね、張っていって、それを打ち返しホームランにしてしまうというのが非常に決勝点になりますんで、そういった意味ではね、カープも、長距離、長距離砲をね、育てていかなきゃいけないのかなというふうに思います。まあ、素材としてはね、正水さんであったり、末金さんであったり、林さんであったり、揃ってますんで、そこをね、なんとか下で叩き上げて、来年ね、誰か一人でもいいんで、一軍に定着、もしくはレギュラー定着といったところを目指して頑張っていってほしいなというふうに思っております。やっぱり、ホームランはでかいですね。はい。で、4番目ですね、脅威、新ストッパー、湯浅さんということで、今日8回途中ね、岩崎さんが作ったピンチから、登板したんですけども、さすがでございました。はい。まあ、シーズン中からおそらくね、ストッパーに湯浅さんあげたかったのかなというふうに思うんですけども、まあ、タイトルの方ですね、最優秀中継ぎホールド、あとは新人王もね、争っているということで、そこでね、ホールドのポイントと、セーブポイントがね、こう、半々になってしまいますと、印象も悪いということで、おそらくね、シーズン中は湯浅さんをね、セットアップで固定したのかなというふうに思います。で、来年、まあ、岡田監督になって、おそらく湯浅さんを一番後ろ9回で、浜地さんですかね、を8回あたりに当てて、岩崎さん、岩沢さんらへん、あとケリーさんがどうなるとか分かんないですけども、その辺の調子を見て7回ということで、まあ、鉄壁になってきますよね。はい、そういうことでタイガースの、ね、後ろ、非常に鉄壁になっておりますんで、打線もいい、ピッチャーもいいということで、非常に怖いチームとなっております。これでね、ワンチャン勝ち上がっていって、スワローズはね、簡単に倒すことはできないんですけども、CS もね、勝ち上がるようなことがありますと、さらに自信をつけて怖い、相手となってきますんで、要注意のチームとなってきております。はい。で、対するね、DeNA の方もね、今日は、入江さんかなが買いまたぎで投げて、伊勢さん、エスコバさんとね、勝利のね、方程式で繋いだんですけども、まあ、山崎さん出なかったんですけども、まあ、CS ならではの感じで、継投しておりましたんで、まあ、これもやっぱり鉄壁ですよね。はい。非常にいい後ろ揃っていますんで、カープで言いますと、栗林さん、矢崎さんもね、今年1年なんで、まあ、当然ね、来年も今年以上の活躍を期待しているんですけども、まだわからないということで、栗林さんはね、ある程度計算立つんですけども、はい、8、9はね、なんとか見えてきているんですけども、7回がまだね、完全に安定してきてないということで、この辺もね、カープはしっかり埋めていかなきゃいけないなというふうに思います。はい。で、系統の方もね、非常にタイガースはね、小刻みに切り刻んだりということもやっていたんで、そういったところもね、見習って、カープをね、来年は戦っていかなくちゃいけないなというような印象を受けました。はい。というわけで、今日はですね、クライマックスファーストステージ第1戦、タイガースが2対0で勝ったというゲームになっております。まあ、これをね、カープに置き換えますと、やっぱりね、クライマックス独特の、戦い方というのがありますね。
まあ今日勝ちますとまた明日もね、別の戦い方がありまして、タイガースでいきますと、もうなるべく明日で決めちゃいたい、3戦目のね先発ピッチャーを消費せずに、明日で決めちゃいたいという思いがあって、また戦い方がねいろいろ難しくなってきますし、中継ぎ陣はまあ1週間のねリフレッシュ期間があったんで非常に、いい状態で今いると思いますんで、そこをどう動員するか、先発ピッチャーをね、60球70球でねチャンスが回ってきれば降板すると、いったような展開になると思いますんで、こういうね試合展開というのも CS 独特なものがありますんで、またファーストステージ独特なものをね、ファイナル見据えて、優勝チームに対してもうちょっとちらつかせながらの、投手起用になってくるというところで、そういったところをねやっぱり今年はねカープ出れなかったですけども、来年を想定して、見ていこうかなと。我々ファンがねそういうところ見ないと、なんで先発ピッチャー変えるんだよみたいなね反応になってしまってはいけないんで、やっぱりね CS の、ファーストステージはこういう戦い方なんだというのをしっかりね我々ファンも、焼き付けて来年ね臨んでいきたいというふうに思いますんで、皆さんも、一緒にカープの方を球威、にしながら、CS を見ていきましょう。よろしくお願いします。はい、というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。昨日の動画ですね、おでんの、アンケートも皆さんいろいろね答えていただいて本当にありがとうございます。ニラ味噌だったりねいろいろ昆布とかなんかいろいろ回答いただきまして、本当に、地域によって分かれる、食べ物だなというような印象を受けております。はい、というわけでまたねいろいろ聞いていきたいと思いますので、これからもこのチャンネルの応援の方よろしくお願いいたします。というわけでやっちまえよ。はい、ありがとうございました。ギータがえぐい。お疲れ様です。